では、自作のシューティングゲームの配信をいたします。いつもだと金曜日の夜にやる予定だったんですけども、まあ、私がですね、いろいろ、まあ、音楽の演奏会でいろいろ発表会とか参加しているんですけど、昨日その演奏会がありまして、まあそのためにですね、土曜日ですね、演奏会が、まあそのための練習で、まあ金曜日はちょっとこの配信する時間が作れなかったので、まあ今日配信する感じで、まあ明日休みなので、まあちょっと気分的にこの時間でゲームしてもいいかなみたいな、そんな感じです。で、いくつか前回の配信からいくつか、回収はしてるんですけども、まあこれは、プレイしながらお話ししたいと思います。で、今回はタイプ3ですね。じゃあ、プレイしたいと思います。タイプ3で、今回はボスにします。で、前回と配信が異なる話なんですけど、今、まあ、ご覧になってる感じで、なんだ、今一瞬詰まったけど、まあいいか。このプレイ画面の、外枠が、ちょっと白く薄い外枠の部分が表示されているんですけども、まあ、これはですね、2022年のウェブトレンドデザインの中で、グラフモフィックデザインっていう、なんかまあ、この Windows 11もそれを採用してるのかな？なんか、背景のとこ、こう、上のレイヤーに、まあちょっと薄く透明なガラスをこうモチーフとしたデザインでですね、見せてる感じで、よいしょ。まあ今この画面で言ったら、そのゲームの外枠に、その白く薄い白枠で、お、一気にレーザーになりました。まあそれをグラスモフィックデザインですね。それで見せているんですけども、まあ、今こうやって PC で、今この Windows 11ですね、のエッジでこうグラスモフィックデザインをお見せしてるんですけども、本当はそのガラスでの表面上で、なんかこう背景をぼやかすように、もともとはそういうデザインで組んでたんですけども、まあそれをですね、 CSS で表現できるんですけども、それをしたところですね、このエッジの表示がこう一気に重くなってしまってですね、要は今ってこの薄い白の部分にあるこの、なんですか、背景の、まあ、星とか今はっきり見えてるんですよね。で、本当は、まあ、ガラスの表面をそう意識したいので、ちょっとぼやかそうとしてたんですね。
で CSS でなんかバックドロップフィルターみたいなので、その表面をぼやかす、表面というかその背景をぼやかすんですよね。それを設定してみたらですね、えらい重くなっちゃって、この Windows 11上で書こうとしたら、やっぱすごい高負荷がかかるんだなぁと思って。あ、でそれはあの全画面、今このような全画面表示ですね、それをやると一気になんか重くなるみたいで、でも全画面、ある程度その全画面からちょっとウィンドウを小さめにすると、まあこう今の状態にこうサクサク動くんですけど、ちょっとどうもそのバックドロップフィルターってやつがやっぱ高負荷かかるんでしょうね。で一応これ iOS、iPadOS でできるんで、ちょっと一回の iOS と iPadOS で動作確認したんですけども、そっちは大丈夫です。まああのサファリで動かしてたんですけど、そっちは大丈夫で、なんかちょっと残念感が、まあこの Windows 11の PC がまあ小型 PC で、超小型 PC で、しかもファンレスということもあり、まあ今この筐体がですね、めちゃくちゃ重く厚くってですね、それもなんか影響してるのか、あとグラフィックボードがそこまでこう能力がなまだ至ってないっていうか、そういう PC なのかもしれないですね。で開発時は Mac のChrome とか Safari で実装してるんですけども、そっちはもう全然問題なかったんで、だからまあやっぱミニ PC でこういうゲームとかはやっぱ厳しいんだろうなと思う。まあ今もこんな感じでですね、いつもよりもやっぱ重いんですよね。重くって筐体が厚いんで、やっぱりちょっと無理させてるんだろうなっていう、はい、そんな感じがしてますね。まあこのグラスモティックデザインを入れて、まあ今はこうやってちょっとガラスを表現してるようでちょっと表現してないみたいな。あ、だからそう、今見てる状態はですね、そのバックドロップフィルターをデベロッパーツールで解除していているだけっていう、そんな状態で今配信をしているっていう。まあ前にも言ったかもしれないですけど、まあ今度は iOS だったり iPadOS でもこれをこのゲーム配信したいなと思ってるんで、その時は多分、あ、そうですね、その時は iPad とか iPhone とかだとこのゲーム画面の下にこのボタンをつけて、でタッチパネルで操作するようにしてるんで、よりこうグラスモティックデザインがこうはっきりとこう表現されてるような感じで、まあ今度それで配信するってなったらそれがお見せできるかなというふうに思ってます。
よいしょ。やっぱ重いっすね。まあしょうがない。まあ重い分だけまあ攻略しやすいっていうハンデと思えば、あ、何やってんの、変な装備。もう、あーでもこのタイミングでコースは早かったかな。まあいいか。ない話をすると、まあ、昨日その演奏会があって、まあ、とあるアーティストの曲を、前に一緒に仕事した方と一緒に、演奏しまして、 あともう3名の、方と一緒に、で僕はピアノとボーカルで、その、まあ、一緒に仕事した方はエレキとコーラスで、あとはサックスと、あ、ちょっとこれ危ない、サックスとベースとドラムの5人編成ですかね。それで演奏しまして、でまあその曲のボーカルの音域がもうなんつうんですかね、もうこのご時世男性ボーカル、うっそー、男性ボーカルってもうすごい今ってめちゃくちゃキー高いですよね。で今回演奏した曲は D5 まで行くのかな、一番上が。あ、これは今ハッチを倒したんでこんな感じで、大量の硬い敵が登場するんですけども、まあここがアンチみたいな感じで、でまあそのB5 かな、そこまで行くのにもう去年とか一昨年はもう全然そんな領域まで行けなかったんですけど、まあ、いろんな動画を見たりとかして、そのボイストレーニングの動画を見て練習して、まあなんとか届くようにはなったんだけど不安定だったりした。まあそんな状況で昨日演奏会に臨んだんですけども、まあ終わってみれば、まあやっぱ、まあ、チャレンジという意味もあるんですけども、まあ一番高い部分で声がやっぱひっくり返っちゃったところがあったりして、まああと人前で久しぶりに演奏会に参加してやっぱ緊張しちゃってピアノの演奏もままならない感じで、まあ自分的には80点ぐらいかなと。でも全然その一緒に演奏していただいた方ではもうすごい上手くって、もうそれはすごい感謝してますね。まあなんか自分のこう失敗した部分をうまい具合にこうカバーしていただいてすごい助かったなと思って、で今日はもうそれ終わったんで、久しぶりじゃないけど、まあゲームをして、久しぶりにゆったりした感じですね。あ、もちろん仕事は普通に
やってるんですけども、その仕事とは別の時間でこうピアノで演奏練習したり、ボーカルのボイストレーニングを動画で見て自分もそれ練習してみたいな。でもすごいいい時代だなと思って、こうボイストレーニングがまあこう動画配信して、でたまたまっていうか、まあその僕が見ててるそのボイストレーニングの練習方法がその高いキーを出す、のにすごいいい動画が、まあレッスンですね、まあそういうのがあって、もう本当いい時代だなと。でぶっちゃけその今までいろんな動画を見てたりとかしたんですけども、やっぱ自分にこうマッチするなんですかね、練習方法と言いますか、練習していてもなかなかこう、あ、なんか高い声出せるようになったなっていう、そういう実感がなかったんですよね、それまでは。だけど何年前かな、2年ぐらい前ぐらい、あ、2年前か、そうだな、去年の演奏会も結構キーの高い曲を弾き語りして、まあこの昨日の演奏会のように、まあ4人編成かな、その時は。あれも A5 のとこまで声出せたりとかしたんで、できたんで、まあさすがに2回3回その曲を連続でやれって言われたら無理かもしれない、無理だな、無理だとは思うんですけども、でもそれでも声が出せたっていうのはすごい大きいなと思って、まあそれが嬉しかったなっていう、こんな感じでした。でもまあやっぱ高いキーがこのご時世いいんでしょうね。もう僕はもう最近の曲とか全然聴いてなくて、で2年ぐらい前かな、その知人のつてといいますか、それで山中湖のフェスに、僕生まれて初めてフェスに行きまして、その時にもう全然僕が全然知らないアーティストの演奏を聴いて、感動もそうですけども、もう僕はもう80年90年の曲をずっと聴いてた人間だったので、もうああもう次元が違うってなんか卑下する言い方になるのかな。いや全然そんなつもりはなくて、もうすげえなーという、もうずーっとその3日間のフェスだったんですけど、僕はその、2日目3日目の時に行ってたんですけども、まあすげえなーと思って、まあ中にはその1日目の最後に出たアーティストがすごい好きになって、なんでそれがそのフェスで聴けなかったんだろうっていう後悔があって、まあもちろん今 CD というか今 Apple Music でも聴いてるんですけども、まあなんでそういう高音、まあ来年の演奏会の時は、まあまたその会社の元会社の同僚の人と、もし折が合えばまた一緒にやりたいなとも思ってるんで、やっぱり演奏、生演奏ってすごいいいっすよね。
でその知人ももうずっとギターやってるんで、やっぱうまいんですよね。すごい前からもうなんか最後までこう弾いて、その違和感がないというか、うん、さあ気がついたら職種のステージに来ました。あれ、そっか、3年でやられて、モマイで復活できたんだ。そっか。よいしょ。まあこのステージはそんなに職種から出てくる弾はこういうフル装備でもそんな多くないんで、まあ比較的こう前に進みやすいかなとは思ってます。でまあこの今回タイプ3を選んだんですけども、まあ攻撃力がやっぱあって、このツインレーザーとかもまあ貫通はしないんですけども、まあこのノーマルショットに比べて上下の当たり判定幅が少し広い分だけ、こうなんですかね、ちょっと奥まった、少し奥まった 敵でも倒しやすいかなと。まあレーザーのスピードも速いんで、こう硬い敵でもこう横に一列に並べてこう立て続けに打ち続ければ倒せる。あ、ちょっと今のこの職種はなかなか時間かかっちゃったんですけど、もうこうやって前に一気に出て、これはボスですね。で、このミサイルが、まあ、貫通する、一撃で倒せる敵であればもう貫通するんで、まあ、貫通する敵、貫通す、あ、敵じゃねえや、貫通する武器だとやっぱ強いですよね。まあ、こういう耐久性のある敵に関しては、まあ、爆発、ミサイルが、爆発するんですけども、このボスは、その、6体ある、なんかちょっとよくわかんない、富士山じゃねえな。なんか細胞を吐き出す。その細胞を打つと細胞が膨らんで時期に襲うみたいな。今やってるのはあえてその吐き出すやつを倒さずに細胞をどんどん倒してスコア稼ぎ、まあスコア稼ぎって言っても100点なんですけどね、この細胞は。でこれ2周目以降はその細胞を倒すと打ち返しが来るんで、ちょっと避けるのが大変になるかなと。
大体このゲームの一周は大体5、60万ぐらいかな。でも装備によるかな。こう攻撃力が高い、装備であれば、まあ、あれですね。まあ、その、敵を倒しやすくなる分、これ、スコアが、入りやすいかな、と思ってます。さあ、炎のステージに入ります。これは、そのちっちゃくなった炎に対してだけ、こう、攻撃できるんですね。で、その大きいサイズと中くらいのサイズは破壊できない。で、だからちっちゃくなったタイミングで破壊しないといけない。で、このステージは、ある程度進むとその炎が後ろから飛んでく大量に飛んでくるんで、それもちょっと考慮しないといけないっていう。もうすぐ出てきますね。はい、来ました。あー、危ない。これだからスティックがもう、あれどこなんだろう、これやば、ちょっと天気モードに、あー、カプセルがなかなか取れないの、これちょっと良くないな。もうちょっとカプセルがすぐに取れるようにしないといけないな。これはあのステージ、今リニューアルしてるステージ編集ツールを早く完成させて、で、まあやられた時の戻り場所ですね、そこ戻り場所と赤カプセルを取れるように調整しないとダメですね。さあ、これ後ろから来るのはどうすればいいんだろう。ちなみにこの炎は山の当たるか、山の障害物は貫通しない。前はちょっとある条件で貫通するバグがあったんですけども、それはあの修正しました。やっぱ難しいかな、これ。あ、そうそう、もう、この途中ぐらい、今、やられ、戻り、復活したのであれば、後ろからの炎は出てこないっていう。で、ボスですね。二つの頭。まあ、グラスリーの、あの、竜のやつですね。あの、頭と後ろに、頭と後ろって言い方あれか。両端に頭があって、それを打たないといけないですね。そう。おい。前はちょっとどこから登場するのか予測できず。さあ、ここは今チャンス、あの口から炎を吐いて、で吐いた炎は8方向に、8方向かな、分裂する、あ、こういうやつですね。あ、もっと多いか、8じゃねえなこれ。でも顔から近い位置であれば炎は出ないですけども、まあちょっとこのプログラムもなんとかあれだったんですよね。頑張ってこの何ですか、この表示内に
その竜を動かそうと頑張って作りましたね。あ、やっつけられた。やっつけた。最初はその何ですかね、竜の動き自体は作れたんですけど、ちゃんと時期を見る設定が分かんなく、ロジックが分かんなくて、あ、やーっべ、なんでダブ、なんか今タイミングが良くない、なんだこれ。まあ一応フリーウェイでそのレバーの、おお、よく今生きた。いや、ダブルだし。レバーの方向にこうショット、一つは時期ほ、あの直線で、もう一個はレバーの方向にショットを打つ。動いてこう前に進むとやられちゃうんで、あー、どうだろう。さあ、木の、よし、進んだ、来い、よし、この木の、四角い木の塊が突っ込んで、最初はゆっくりして、でしばらくすると時期をめがけて突進してくるっていう、約100個ですかね。でもこうやってその壁を作るんですよね。壁を作ればもう突進してくることはない、その壁にぶつかってくれるんで、もう完全にグラスリーですよね、あのキューブで。でもキューブよりは楽にしてます。何が楽かっていうと、画面の半分から右、キューブがです、あ、木ですね、画面半分から右の範囲で突進してくるようにしてるんで、グラスリーのやつはもう左端から突進してくるやつもいるから、もうあれは無理ですね。あれクリア、ノーミスでクリアしてる人もいるから、すげえなーとか思って、僕もクリアしたことあるんですけど、でもすごい、もう決まっ、なんか、なんすか、もう決まってるパターンに対してだけ、こう、パスできるような感じで。だから何パターンかあるんですね、キューブを突進してくる。で、そのうちのもう一パターンとかだったらいけるかなーみたいな。でもそれ以外で、それ以外って何パターンかわかんないんですけど、もうそれ来られたらもうなんかダメです、ね、なんかいろいろ攻略方法はあるみたいなんですけど、でももう分かっててもクリアできないですよね。さあ、ボスラッシュです。で、ボスラッシュの前にこういうワープする敵が登場するので、で、最初はこの赤カプセルをたくさん取って、あー、いいっすね、ちょうど
コースの位置にパワーカプセルを、パワーカプセルじゃない、ステータスを設定してるんで、今つけてるバリアが削られても保険があるという感じですね。まあ、このボスは4つのレーザーを、短いレーザーをまっすぐ打つだけなんで、そんなに、まあ壁破壊すると打ち返しがあるんで、それだけ気をつければっていうとこですね。はい、じゃあ2体目ですね。では、2つの形式を持つ。あれ、まっすぐ行ってる。あれ、これなんか大丈夫かな。あ、危ない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 。このワインダースルレーザーが怖くて、真ん中、その画面の縦、真ん中の縦にからレーザー発射されると怖いっすよね。逃げ場がなくなる時があるんで、時期の位置によっては。おっと、危ない。あー、結構そうなんですよ、大量にですね弾を発射するようにしちゃってるんで、危ない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 。さあ、そろそろ決めてくれ。よし、はい、いやーです、よし。これ今のやつ気をつけないとやられちゃうんで、で、ここはフリーウェイにします。まあ、あー怖い怖い怖い。結構このステージはいろんな角度から敵が登場してくるんで、いろんな角度っていうか、いろんな方向から敵が登場してくるんで、まあそれに応じた攻略というか、まあそれのためにフリーウェイを装備して、こんな感じですね。上から来るし、こういう狭いとこからでも対応でき、気をつけろ、操作危ねー。これが一番危ないんだよな。で、このフリーウェイはちょっとショットが遅いんですよね。ショットが遅いし、ショット自体全部消滅しないと次の発射ができないっていう制約もある。危ねー、あるんで、なかなか使いこなすにはちょっと大変かもしれないですね。でもやっぱ、いろんな方向からこう対処できるっていうのは大きいですね。後ろから歩行してるんだけど、こっちは来ない。
何のために配置したんだろう、これ忘れちゃったな。これはこのカニみたいなやつは破壊できないんで、もう必然的に植えるとしかないんですよ。あ、カップス、青、もう取っちゃおうか。で、ここでそろそろレーザーを取りたいですよね。なんでかっていうと、大量に突進してくる敵がこの後登場してくるんですね。で、そうするともうこのフリーウェイじゃ、この弱点であるショットの遅さですね。それがその敵を倒すのに、もう心もとないと言いますか、弱いんですよね。あ、ほらー、またこれ、ここでいつもやられるんだよなー。なんでだろう。ここで青カプセルが出てほしいなー。まあ装備が、今の装備が弱いんで、そんなに難しくない。危ない。さっきのな、回転レーザー、だって今いい位置に避けたつもりだったんだけど、やっぱコントローラーがやっぱあれかな、コントローラーはやっぱりそのレバーを動かした分のなんていうか時間っていうか、そのどんなにスピードアップしても、それもそのレバーを動かした時間分は考慮しなきゃいけないとか、そういうのはあるのかもしれないですね。あ、これは最後のボスです。本当はあの真ん中の、あ、右にある3つのコアを倒せばクリアなんですけども、この細いレーザー撃ってくる敵がちょっと耐久性あってさらに敵を吐き出したりするんで、ちょっと突進するにはちょっと怖い感じですね。フォースもなければ装備も弱いんで、まあでもこの今の装備であれば、その向かってくる敵は倒して、まあ、上下の壁に気をつければ、まあ、ある種アンチというか、そんな感じかなと思います。なかなかショットがコアに、あ、当たる音が聞こえてますね。危ない。あ、そっか、ギリギリに壁に、あ、あ、何やってんだよ、もう何なんでしょうね。あ、今取るタイミングじゃなく、あ、でもいいか。あ、いいタイミング。あれー、ちょっとー、もう1周目はそんなに難しくないんですよ。打ち返しもないし、何なんだろうなー、もう、えい、いやー、ちょっとひどい。何なんだろう。危ねー、やっちまっだか。いや、こんなとこでやられないんですよ。
何なんだろうな、もう。うわ、え、ちょっと待って、やばい、ここでゲームオーバーは。え、なんで？なんでこんなとこでやられるんだろう。大した敵じゃないんだよ。まああれね、うち、あーどうしよう、レザー取っちゃえ。いやー、ちょっとひどいなこれ。え、なん、あの当たり判定、そっか、当たるのか。ちょっと今レーザー取ったのはちょっと磁気ショットのちょっと上下の当たる範囲を広げる意味で、この武器にあのレーザーを装備したんですけど、ちょっと一瞬の隙だったな。あの歩行ロボットごときにやられるとは。ちょっと自爆が長いんですよね、このボスだけは。これ今撮ってるミサイルはさっき話した貫通するミサイルなんですけども、この間の一番タイプ1のやつか、あれも下に進むミサイル、あれは貫通はないんですけども、ある程度の坂道は上り坂は登ってくれるんですね。だけどこのミサイルは登ってくれないで、でこういう何ですかね、上下にこう動く壁、これまあ状況によっては少しミサイルは登ってくれて、で右から登場してくる歩行ロボットを破壊できたりとかして、まあだからなんだろう、こう打ちっぱでなんとかなるみたいな感じであるんですけども、なんか気づいたらクリアしてましたね。まあとりあえず一周クリア。ちょっとあんまり自分の中ではいい感じではないんですけども、じゃあ2周目入りました。ちょっと残り1機は怖いなぁ。だからまず攻略としては1面では絶対に死にたくないんだけど、カプセルが欲しい。だけど打ち返しがこの砂の竜から大量に吐き出してくるんで、あと鳥ですね、この砂の鳥で、砂の鳥も打ち返しがあるんで、だからホースかな最初は。あー怖いな、怖いな。さあホース取るとランクが上がるんで、さらに敵のミサイルがたくさんこう増える。あー怖い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 、すごい必要に追ってくるなこれ。危ない、あ取れる、あーでも気をつける、あーやーっば、危ない。次はオフィシ
ソンかな。でもフォースかな。安全策で行くか。よし。よし。まあフォースがまだ大きいんで。まあ、ここはオプション。よし。さあ、気をつけて。変に、ちょっとスピードを速めたんで、変にこう、動きまくると、誤って、敵とか壁に送信する。あー、食らっちゃった。あの、弾のフォースは、あの、弾の、あね、弾のダメージは1個の、あやめて、1個減るんですけど、さっきの砂の危ない、うえー、なー、まあまあ2周目はそういうもんですけどね。でも怖い、あ危ない危ない危ない。そうなんですよ、こうやって砂の通りがトンカプセル取りたい、あと1個頑張れ、持ちこたえろ、あー怖い、持ちこたえろ、すごい竜が湧き出まくろうとしてるけど、でも画面上ではあの3体までにしているんですけども、まあまたランクが上がれば6体かな最大。あこれですよ、気をつけろ、よし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 、これでまあ2面の石のやつは事故らなければ、その石を打ちまくって前に進められるかなと。このボスも打ち返ししますね。無念は石です。例えばその先日その演奏会で一緒に演奏した元同僚と、まあリハーサルが終わってちょっと雑談、まあ本番までに時間があったんで、まあ雑談を前の会社のがどうなってるかいろいろ話を聞いたりとかして雑談してたんですけども、その同僚のところ、チームに部下の方が入られて、で以前その入られた方は以前その会社にいたんですけども、一旦というか辞めて、でしばらく離れた後なんか先日またこの会社にまたカムバック化した感じで入って、でまあ同じウェブサイトの制作、僕も今やってるのはこのウェブサイトの制作、ああ怖い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 、やめてやめてやめて、危ない危ないをしてで、でまあその元同僚の人曰く、まあなんていうんですかね、物覚えも早いし、あその最近入ってき
た子ですね、部下の子ですね。すごいもう前から要領をつかむのがすごい早くて、もうしかもすぐに仕上げられる、その出来上がるものですね。要件に対してすぐ作ってくれて、でしかもその元同僚の方は危ね、指示する方らしいんですよね。指示する方で、まあその部下がそれを作って、まあそういう体制なのかな。まあすごい、まあ前々からそういう風に重宝されてる方なんで、やっぱりその評判はやっぱ良くて、まあ羨ましいなーとか思って。まあ僕は違う会社なんで、もうその部下の子にもし野球でいうフリーエージェントがあればもう行使して僕のところに来てほしいみたいな感じで言ったら、まあダメですよと断られましてまあ当たり前ですけど、あれですね、やっぱ要領良くて、でちゃんと目的を指示してあげて、ちゃんとそれでこう作ってくれるっていうのが一番いいですよね。なんで俺こんな話したんだろうそうなんすよね。しかもそうなんですね、ただ作るだけじゃなくって、こういうのが出来上がったんですけどどうですかってちゃんと確認して、提案しつつこう確認してくれるようにこう仕立ててくれるっていうの、まあ前々からそうだったんですけど、やっぱそういうのってこう指示する側からすると嬉しいですよね。そうっすよね。もうそんなことを言ってるってことはもう答えが分かってるけどこれアーカイブにしていいのかな。まあいいや、どうせこんな配信は誰も見てないと思うんで、まあでも本当そういうの大事ですよね。ちゃんと要件やって自分で提案できるっていう素晴らしい。さあに来ました。まあなんとかあれですね、まあフォースはないけどここまで来れたっていう感じですね。でそのグラスミモフィックデザイン、今こう表示されてる白いこう透明なの、まあガラスでこう表現してる、まあこのデザインなんですけども、まあ元々はまあそのさっきの2022年のウェブサイトのデザインのトレンドって言ったんですけども、まあその今回このゲームのデザインをこうそのグラスモフィックデザインをこう作る上、あぶね、あぶね、そうだ、前、あぶね、忘れてた。仕立ててくる、やっぱりこうデザイン
をどうするかを決めていく上で、やっぱツールを使わないとですね、あれなんだっけ、あぶねー、的を捨てる、ちょっとここは喋らないでおこう、危ない。次は3つなんでね、後ろ前、まあ本当は攻撃したいんですけど、フォースがないんで、フォースがないないんだな、フォースがないんで、あんまりちょっと攻撃すると怖いんで、あれなんだっけ、前かで後ろ、気をつけろ気をつけろ、よしで打ち返し、さあ4面、何を落としたんだっけ、あ、そうそのグラスモフィックデザインを、デザインするのに、まあやっぱ最初はそのコーディングでデザインしてたんですけども、やっぱりコーディングするとやっぱり例えば別のこう提案をしたい、提案っていうかまた別の案を作りたい時に、やっぱりもうプログラムを作り直すのがめんどくさくて当たり前なんですよね。全然変化の自由度がもうないに等しい、作り直すのが大変なんで、やっぱりあのデザインツールはやっぱちゃんとあった方がいいなと思って、今 Adobe XD をこの間契約したんですね。で僕 Adobe ってフォトプランっていう月額1000いくらのプラン契約してて、2年ぐらい前かな。で、その時は XD もそのプランに含まれてたんですけど、なんか突然今年か、急になんか XD は独立した感じになって、もうなんか別プランみたいな感じで、でまあそうなったんで、だからいきなり僕からしたらトライアルになったんですね、その XD を利用すると。なんで同梱してんのにトライアル扱いになったんだろうなと思って調べてみたら、もう独立され、フォトプランからは外された感じになってたんで、まあこの前から言ってるステージ編集も最初はコーディングで書いたんですけど、やっぱり限界が、変更するのがめんどくさくて、変更というか案ですよね、案を作るのにコーディングじゃもうやっぱ限界だなと思って、でやっぱり XD で XD を契約したんですね。まあ今自分が持ってるサブスクのまあ Excel でまとめてるんですけども、それを見直して、まあいらないサブスクがないかいろいろこう調べた上で、じゃあそのまあいらないサブスク、まあいらないか、だからそのいらないサブスクを解約する代わりに XD を契約しようかなと思って、もう XD も確かもうサブスクしかないのかな、なんでそれで年間の方のサブスクにしました。なんか月間だと1000いくらで、年額だと1万いくらで、月換算で900いくらだったんで、まあ
なんでしょうね、まあ、その今のこのゲームを、まあ、作るだけじゃなくって、まあ、今後、まあ、僕も今ウェブ制作ウェブアプリの、仕事をしている上で、まあ、デザインもやっぱある程度自分で作れたらいいかなっていう。だからあんまりそれまで XD 使ってないかったんですけども、もう年間契約したんで、何らかこう XD に触れるケーキを作らないといけないなと思って、それでまあこの今のグラスモフィックデザインをこう今のこの画面に反映するのに、まあちょっと反映するっていうか、まあこのゲームに取り入れようかなと。じゃあその取り入れる上で、じゃあどうデザインしていこうかなということで、XD を契約して、XD でデザインを作って、みたいな。まあ。は？うっそー。え？なんで？しかも青カプセルだし、え、今当たった？わ、やばいなこれ。どうしよう、わー、こっからは怖いなかな。どうだろう、ちょっとカプセルはたくさん取りたいで、これ打ち返しはあるんですけど、近くにいれば打ち返しは来ないんで、あー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 はい、どうしよう、危ない危ない。ちょっとスピードを取って細胞を破壊して、破壊して、あー、オプションはまだしない、まだしない。やられた時の保険、ちょっと前に進みたいんですよね。あ、前に進みたいというか、その戻り、あ、ねえ、よし、ここで落ちると、うん、あ、ははは、こよし、ここで打たない、オプション、うん、あ、待て、やばー、あー、もう撃つなよ、撃つ、打ち返しがいたか。昔はさすがに、うん、で、ここは運ですね。打ち返しが来るんですよ、この細胞が。だからこうでしょう、こうでしょう。あ、次どこだろう。
次どこだ、どこだ、オッケー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 、よし、あぶねー、あー待って、あそういう動き、そういう、あーしゅ、まとまらなかったか、ここで終わりかな。だまあさっきのやつは避けるやつですね。避けて自爆待ちにしたいんですけど、どうだろう。集中しろ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 、こう来てこう来て、よし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 、よし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 、そうそうそう、こういう風にまとまればいいんですよね。さっきのはもうまとまるどころからか上下でこう来ちゃって危ない。まあ弾は打ってこないんで細胞は。あとは壁にぶつからなければ大丈夫。あ怖い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 、こうあの6体のやつブルブル震えてるんですけども、まあ細胞の数が、画面内のいる細胞が、の数が上限に達してるんで、よし。あ、そうか。時間違うんだ。危ねえ。忘れてた。あー、よかった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 。危ない。あれ？何を話ししようとしたかというと、グラスモキック、あ、何が、まあいいか。本当はオプションにしたかった。あー、ちょっと心もとない。攻撃力が弱い。2つ取って、まあフォースでもいいか。まあすぐ削られそうだけど、まあいいや。あー怖い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 、こっちへ。レーザーでちょっと攻撃力を上げて、で後ろから来る敵をどうしよう。これなー厄介だなー。よいしょ、保険は取れた。さあ。いやー、後ろどうしよう。嫌だ。やめろ。やめろー。よし。ナイス。で、まずは、ここ、あー。オプションが、取れたが、どうしよう。だから、ここ、とにかく、撃て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 。早く倒せ早く倒せ、うわぁ、いやまあいいんですけどね。いやまあね、まあ2周目だからいいや。
もう後ろから火は来ないんで、弾が当たれ、早く、よし、自爆待ち。お、こうあれなんですね、画面端にこう磁気を動かしてるのは、まあそのボスが吐き出す火の玉をですね、壁にぶつかれば、こう危ねえ、いいんですけど、今みたいな時もあるんで怖いんだよな。あ、だからそうなんですよ、壁に火の玉をぶつければ分裂する前で壁ぶつかるんで、その時に消えるんですね、火の玉が。よし、わあ、今のも怖かった。どこか、え、これか。さあ、はあ、9面、あ、じゃなくて8面、8面ですね。さあ、あったんねー。ああ、ここはボスがいいかもしれない。怖い。次はフォースだなぁ。ここで気をつけろー。やっぱフォースで正解でしたね。きょっ、あのくれば、あー、やっぱ、フォースで正解でしたね。ちょっと難易度が上がっちゃうんだけど、でもそれでもあるとな、いやー、どうだ、あ、寝る、ここで終わるな。まあ、いっか。いや、できた。まあそうだね、フォースでな、ちょっと木の速度が上がるんですよね。で、こう、あぶね、爪、あー、ダメだ、そこじゃあダメだな。あー、なんでそんなとこで終わっちゃうんだろう。まあいいや。2周目の7ステージか。ステージで終わりました。で、なんだっけ。あ、XD か。XD を使ってですね、今こういう風にグラスモフィックデザインで書いてて、まあ、今のこういう感じでできて、スマホ版だと、その、ガラスの上に、この今のプレイ画面にボタンが、つく感じで、今 PC だと、こういう、このデザインだと、あんまりちょっと、こうなんだろうな。まあ、ガラス引いて意味あんのみたいな感じに思うかもしれないんですけども、まあ、スマホ版ではボタンついてて、
前はそのグラスの、こう、まあ、ある意味、今これ見てる感じはフレームみたいな感じであるんですけども、実際ボタンとかあると、やっぱこのフレーム、グラスのフレームのおかげで、なんか全体的に、その見た目、ゲームの画面とかボタンがこう、ひとまとまりになった、引き締まった感じがしていて、まあ、なんで、ちょっと、次回はそれをスマホとか iPad でプレイしたいんですけど、通知を出したくないんで、それなんか設定なのかな。まあいっか。まあでも、それで今度プレイして、そこでそのグラスモフィックデザインの意図って言いますか、僕が取り入れたい意図がこう伝わるかなと。まあ、ちょっと次回それができるかちょっと検討しておきます。じゃあ、これで終了したいと思います。このエンド、さっきゲームオーバーの画面でエンドにしたんで、この今、初期画面にスコアランキングに反映される感じで、今日、だから3位か、9月18日。になってるので、じゃあ、今日はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。